12月1日、横浜市の長津田駅を出発地として、地域の歴史と自然に触れる町歩きのツアーが行われました。月に一度、横浜市の新春里山公園周辺で開催される季節の旬なものを観察するこちらのツアー。今回は特別編として、長津田駅から田名町までのおよそ3キロの道のりを散策しました。江戸時代には江戸と厚木方面をつなぐ大山街道の宿場として栄えていたという長津田地区。大石神社の境内では横浜市が指定する名木を見学したほか、宿場時代の名残となる常夜灯の説明をガイドから受けました。長津田宿市民の森では林道の落ち葉を踏みしめながら自然観察を行います。ゆっくりと森の中を散策する参加者たちは、気持ちのいい場所だといった感想を話していました。住宅地を抜け、恩田川沿いを歩きながらゴールの田園地帯を目指します。双眼鏡を使ってサギなどの野鳥も観察しました。成り立ち、そういうのも聞けてとても良かったです。なんか駅のそばにあるのに意外と知らなかったんだなって。説明もすごい分かりやすかったので、今日はいい一日になりました。地域の魅力を再発見するいい機会となりました。